運の広し作茶碗屋敷由来細川家の門番であった清兵衛さんくず屋から250文で買った大黒像をピカピカに磨いておりますと中からポロッと200両の小判が出てまいります。 聖兵衛さんはこれを元の持ち主に返しに行きますと、元の持ち主は恐縮して、その代わりにと薄汚れた茶碗をくれます。なんとこの茶碗、細川のお殿様の目に留まり、話はとてつもない方向へ展開いたします。それでは、運の広し、小粋な江戸の物語シリーズから、 茶碗屋敷由来、アメトンボの朗読でお楽しみください。雨降りで足元が悪いところようこそいらしていただきました。今宵は私の世話なしでごゆるりとお過ごしください。さて本日は、 茶碗屋敷由来と題します一石を語らせていただきたいと思います。細川越中の神というと、熊本藩五十四万石の大名でありますが、話はまず巣鴨にありました細川家の下屋敷から始まります。この屋敷の門番をしている清兵衛という男がおりました。 四十を過ぎても嫁の着手がないという貧乏な独り者でそれだけに気楽なその日暮らしでした。この男はかねてから大黒天を信じていて、画像を壁にかけて朝夕を拝んでいましたが木造が欲しいと思ってあちこちの古道具屋を探したのですがなかなか見つかりません。そんな時 紙く買いが来て紙くずを売ったのですがふとその籠を見ると埃だらけの仏像らしきものが入っている出してみるとどうも大黒天のように見えるいくらだと聞くと250文というそれを100文にしろなどと値切ったがどうしても負けないので結局初めの値で買うことになった さあ清兵衛はうれしくてしようがない。ゴミを払ったり拭いたり油をつけて磨いたり毎日のように手入りに余念がなかったので黒光りをしてなかなか立派に見えるようになった。ある日磨こうとして抱えたところ大黒天の腹の中で何かことこと動いているのが感じられる。 腹ん中が空洞になっていて何か入っているらしいどこかに穴がないかとひねくってみたがわからないゆすってみると確かに中に何か入っているあれこれいじっているとふいに下の方が外れて中から布に包んだものが転がりだした布を開いてみるとなんと小判で200両が入っていた こいつはもうかった!」と清兵は喜んだがそのうちに考え込んだ「待てよこの大黒さんを売った人はよっぽど困っていたんだろう売り値が250元なんだからそれより安く買い取ったはずだそんなはした金にも困っていたんだそれなのに200両も入っているなんて知らずにこの大黒様を売ったんだ」 なんて気の毒なんだろう。ねえ大黒様、あんたはどうして持っていた人にこの服を授けてやらなかったんだい冷たいじゃないか。それで紙くずかいから何気なく買った俺なんかに200両を見つけさせるなんて不公平だよ。俺に義理なんかないはずだ。俺は大黒様が欲しかったんで、あんたがここにでんと座ってくれるだけでうれしいんだ。 だが、前の持ち主には義理があるはずだ。その人はすごく困っていたに違いない。それなのに、あんたは金を出してやらなかったんだ。俺か俺は貧乏だが、門番をしていれば、毎日のおまんまに食いっぱぐれはないんだ。それに、大好きなあんたを買うぐらいの小遣いもある。何不足ないわけだ。 この金はは俺が使うわけにはいかねえ。前の持ち主のものなんだ。きっと先祖が困った時のために残しておいてくれたんだろう。その志を無にするわけにはいかねえ。よし来た俺があんたに代わって持ち主にこの金を返してやろうじゃないか。それが済むまであんたを拝むのは待ってもらおう。 なんと清兵衛はバカ野郎じゃありませんか。せっかくに百竜を手にしたのに、それを誰かわからない持ち主に返そうというわけで。私ならありがたくいただいておくところですが、こいつはもったいないことに、そんな金があることを知りもしない持ち主をわざわざ探そうというんですから、もう一度言いますが、本当にバカ野郎であります。 なんだか私も腹が立ってしまう。というわけで清兵衛が待っているとまたあの紙くず会いがやってきたのでとっつかまえてあの大黒はどこで買ったのか聞き出しにかかる。はじめは盗品の疑いをかけられたと怪しんでなかなか教えてくれない。それをあの大黒が夢枕に立って元の持ち主に戻せとお告げがあったのだと言い聞かせやっ と神田川に面した柳原小柳町の裏棚で貧しげな夫婦者から三百文で買ってほしいと言われ、百文でしか買えないと言ったところ、しぶしぶそれで渡したと話した。そうかい、じゃあそこに案内してくれと言うと、それでは商売にならないというのを二百文の打賃を出すからと無理やり案内させた。ここですと 長屋の一つの戸口を指さして紙くずかいはそそくさと立ち去っていった「ごめんください」と言うとあるじが障子を開けたいかにも貧乏神が住みついているような部屋がのぞいているつかぬことをお尋ねしますが先日大黒様を買ったのですがこちらでお売りになったと聞いてきましたあって 私はそのようなものを売った覚えがありませんが。いや、失礼な言い方をしました。お許しください。でも、貧富は浮世の習いです。止める人が貧しくなる時だってあります。恥じることではありません。よろしかったら、大黒のことを聞かせてください。あなたにも悪いことはないと思いますから。そうですね。 あなたは率直に話をなさるまっすぐな方なのだろう。許してください。貧しいと人が信じられなくなります。私も率直に話しましょう。私の家は七両替所をしており、かつては土蔵の3つ4つもあり、かなりの飽きなりをしておりましたが、火事にあって多くの財産を失いました。 両親も亡くなり、七両外相の観察も返上することになり、このように落ちぶれました。お話の大黒は祖父の代から伝わったものですが、お恥ずかしいことに先日金に困って百文で売ったものです。主人はうつむいて涙をこぼした。そうですか、よく話してくださいました。実は あの大黒様を磨こうとしましたところ腹の中でコトコト音がするものですからあちこちいじっていますと下の方が外れ200両の包みが出てきました。なんと私もびっくりしましたがおそらくこれを持っていた人も知らないで手放したのだろうし手放すからにはお困りだろうと思いあの紙くずかいに聞いてお尋ねしてきたわけです。 さあ、受け取ってください。ここに200両あります。これはあなたのものだ。私は大黒様が欲しかったので、それをいただけばいいのです。その夫婦はしばらく顔を見合わせていたが、やがて夫が西兵の方に向いていった。いや、この金はあなたのものです。大国を信心されてきたので、授けられたのです。 私たち夫婦はそれを持っていても気づかず手放したのです。きっと運が尽きて福の神にも見放されたのでしょう。これまでずいぶん騙されてきたのであなたのような正直な方にお目にかかれただけでうれしい気持ちです。あなたこそ大黒様に運を授けられるのにふさわしい人です。どうぞこの金をあなたが使ってください。 それはいけませんよ。私は金持ちじゃないが困ってはいない。門番をして地味かもしれないが何不自由なく暮らしている。この金はいりません。もしどうしても受け取ってくださらないのならこの土間に売っちゃって帰りましょう。いい方ですね。この金の世の中にそんないい方がいるんですね。 でもどうしたらいいんでしょうあなたの気持ちを無にしたくはない。では半分いただきましょう。残りはあなたが取ってください。私は頑固者です。半分もらうくらいならここに来やしません。この金をあなたにお返しするために来たのです。取ってください。でなければかえってあの大黒様に合わせる顔がない。 清兵衛がてこでも動かないのでついに亭主が折れて2百両を受け取ることになった。ではありがたくいただくことにします。あなたの気持ちは忘れません。でもこれでは私の気が済みません。何か記念につまらないものでももらってくださるでしょうか。ええー、もちろんあなたの気持ちをいただきましょう。 妻が言った。でも、いいものはとっくに売り払ってしまいました。ろくなものは残っておりません。いいですよ、なんでも。夫婦は2人で物入れをあれこれかき回して何かを探した。これぐらいのものしかありません。親の代から使っている古茶ワンですが、粗末なものです。形がひしゃけて 茶茶がついたた大きな茶碗であった汚い茶碗だと清兵衛は思ったが喜んでそれをもらい「いや私は茶好きでしてこれはありがたい朝夕これで飲みましょう」と言って帰ってきた家に戻ると茶碗を塩で磨いて茶を煎じてそれを大黒様に捧げた「いやさっぱりした」 大黒様、あんたも腹がさっぱりしたでしょう。この茶碗を代わりにもらってきました。なんだかおかしな形だが、洗ったらなかなか味が出てきましたよ。まあ、普通ならここで話はめでたしめでたしとなるわけだが、この話はまだ終わらない。まだまだだらしなく続くわけです。清兵衛はそれから毎日あの茶碗で茶を飲んでいた。 ある日細川家の茶坊主が通りかかって狭い門番小屋をちらと覗いた時に置かれていた茶碗に気づいた「ちょっと見せてくれ」ということになり「面白いからしばらく貸してくれ」ということになった茶坊主はそれを神屋敷に持って行ってみんなに見せると「これは大井戸茶碗だ」と誰かが言った細川公は茶の湯好きで知られていたので ついに茶碗は殿様にもご覧に入れることになった殿様はひどく気に入って一流の目利きに鑑定をさせるとやはり大井戸の名義であると言ったそんな名機を門番がなぜ持っているのかと細川藩の役人が調べることになりその結果正直者の清兵衛のことが明らかになり殿様直々にお褒めの言葉があり 足軽であったのが200石の資分に取り立てられたもちろんその茶碗はそのまま殿様のお取り上げになった門番風情にはもったいない名器なのである細川公は茶会を催し一流の茶人を呼んでその茶碗で茶を立てた細川公が天下一の茶碗を見つけたという評判はすぐに広まった この時、老中は田沼をきつぐであった紀州で父と共に吉宗に仕え吉宗が八代将軍になると友をして江戸に出た目覚ましい出世をして老中になり宝暦明和安永天命にかけて30年間の田沼時代を築いた賄賂を堂々と取って 金が全ての世の中を作り出したのはご承知のとおりこの田沼興次が細川公の茶碗の評判を聞いて是非貸してほしいと言ってきた越中の神は返事をしなかった田沼に貸せば帰ってこないことを知っていたからであるしかし田沼の権力はあまりにも強くそのままでは済まないと家臣たちは恐れた 茶碗一つを惜しんでお家の大事に至ったらどうするのかと殿様をいさめたなかなか聞き分けのいい殿様だったのか越中の神は田沼にその茶碗を貸すことを承諾した案の定茶碗は戻ってこなかった返してほしいと交渉しても一度茶会を開いてからお返しすると言ったきり何ヶ月もたった越中の神は激怒した おのれ田沼め、将軍様に直訴しても白黒をつけよう、と言い出したので、家臣たちは震え上がった。そんなことをしたら、田沼に正面から対立することになり、お家が危なくなるかもしれない。そこでまた、殿様を諌めた。お家の個体説を第一にお考えください。確かに素晴らしい茶碗を取られたことは口惜しいでしょう。しかし、 いかに名器とはいえ茶碗一つのためにお家を危うくすることはいかがなものでしょうかあの茶碗はたまたま手に入ったものです見つける前に戻ればなかったと思えば何も不自由はないでしょうどうか怒りを鎮めてくださいすると越中の神はお前たちの言うことは分かったわしは茶碗が惜しいのではない 田沼のやり方が腹綿がちぎれるくらい悔しいのだと言った細川家にはなかなか知恵者がいたらしいその男が田沼への悔しさを晴らすこんな手を考えたかねてから越中の神はお城のすぐ前のいわゆる大名商事にある神屋敷が狭いので神田橋御門街にある明智を屋敷地に欲しいと願っていた その場所はもともと越中の神が水野出羽神の,のおそば衆を務めた時に一旦を廃領したのであるが屋敷を作る間もなく目黒行人坂の火事がありそのあたりが火よけ地になってしまったその後その土地をみんなが欲しがったが一橋田安、清水といった御三峡の家でも許可が出なかったまして 戸様の細川家がその土地を拝領するのは難しいのであるがちょうど老中田沼に茶碗のことで貸しがあるのだから知らんくりをしてあの屋敷地を拝領したいと願い出てみたらどうかというのがその男の案であったひそかにやましく思っている田沼がもしかすると許可するかもしれないというのであるこれを聞いて殿様は喜んだ なるほどあの土地の廃料は難しいと思って諦めていたのであるが今なら田沼に弱みがあるからそしらぬ顔で願い出たら何とかなるかもしれないというわけで田沼おきつぐがお月番である時に何気なく神田橋五門外の空き地の廃料願いを出してみたすると間もなく願いの通りにその土地を廃料することができた田沼は その願いを出したことは越中の神があの茶碗を賄賂として差し出すことを認めたと考えたのであろうか越中の神も茶碗の恨みがようやく晴れて拝領地を得て喜んだすぐそこには細川家の屋敷が建てられたおごる平家久しからずとやら いかに県政を誇る者もいつかは滅びます田沼おきつもまた息子のおきとを若年寄りにしましたが旗本佐野雅子とがそのおきとを切るという事件をきっかけに没落していきましたでも神田橋五門街の細川家の屋敷は残り茶碗を引き換えに建てられたというのでいつか茶碗屋敷と呼ばれるようになりました 私は人情話のつもりでこの話を始めました。大黒様が好きな清兵衛のその名のように清らかな物語であります。そして清兵衛は門番をしながらあの茶碗で朝夕お茶を飲んでいたはずでした。それがいつの間にか殿様たちの茶碗をめぐる生臭い話になってしまいました。 もしあの茶碗に心がありましたら、自分の運命をどう思ったでしょうか。これで今夜の話はおしまいです。 運の広し、小粋な江戸物語シリーズには物語の背景についての解説がついていますとても興味深いので併せてお聴きください田沼時代この話は三田村飛語編「みかん随筆百種に入っている作者不明の「金星陳断集」をもとにしている。 田沼時代という18世紀末のバブル経済の時代を背景にしているところが面白い江戸時代はこの頃から貨幣経済が発達し全て金が中心の世になっていくのであるそれだけに前半の200両の金をそっくり返そうとする清兵とそれをなかなか受け取らない亭主との江戸庶民の人情が鮮やかなのである そして後半の田沼の賄賂政治を利用して茶碗と屋敷を交換する話が対比されている。茶碗という骨董品の止めどない価値やそれをめぐる権力争いなど様々なことを考えさせる。清兵衛は話から外れてしまう。その屋敷を茶碗屋敷と呼んだのは 江戸庶民ののの権力への批判だだったのではないだろうか。井戸茶碗この話に出てくる茶碗は井戸茶碗であるらしい井戸茶碗というのは竹の女王から千の利休に至る茶の湯で見いだされた茶碗でもともとは朝鮮の無名の刀工の作った飲み茶碗であったといわれる。 それまで青司白磁といった中国の端正な形の茶碗が好まれていたが利休たちは粗末で形が歪んでいるような器に新しい美を発見し井戸三島といった高麗茶碗が珍重されるようになる門番の清兵衛が朝夕使っていた茶碗が突然に見出されて茶碗の名器となるといったこともあったのである。 朝鮮の井戸茶碗などを真似して日本では落焼きなどが作られた。しかし、井戸茶碗の持つ自然で素朴な美しさを意図的に作るのは難しく、それを超えるものは少ない。井戸茶碗のうちの名品を大井戸という。 朗読劇場「友達座では海野博先生の特別の許可を得て「こいつな江戸の物語」シリーズを朗読でお届けしていますどうぞチャンネルに登録して他の作品もお楽しみください